こんにちは、サラです。今回は5月1日発売のキャンメイクの新作マシュマロフィニッシュベースの脂性肌向けとカバー&ストレッチコンシーラーのグリーンタイプをレビューしていきたいと思います。ちょっと今喉が痛いのと鼻が詰まり気味なので聞きにくかったらすみません。タール系色素フリー、無香料、アルコールフリー、紫外線吸収剤フリー、お肌引き締め成分配合、皮脂吸収成分配合、保湿成分配合で、ニキビ跡とか赤みが気になるところに使うカラーですね。こんな感じで割と思ったより薄いミントグリーンっていう感じ。で、実際に私鼻の下の赤みが結構あるので塗ってる姿をご覧ください。はい、ということで、まあ、隠れるっちゃ隠れるんだけど、もうちょっと緑感強い方が良かったかなという感じ。赤いのをピンポイントで隠すっていうよりかは、広範囲にちょっと赤ら顔の人とかが使うとちょうどいいのかなっていうふうに思いました。 SPF も結構高いので、なんか結構水っぽい感触で、もう伸ばすとなんかシワに溜まったりとか全然せず綺麗に密着するので、仕上がりとしてはかなり優秀かなと思います。はい、そしてこちらマシュマロフィニッシュベースのオイルブロックタイプですね。これは店頭でモイスチャータイプとこのオイルブロックタイプ両方とも手に塗ってみたんですけど、仕上がり的にはあんまり差はないかなって思いました。ただ実際に顔に塗ったことはないので、まあ、憶測なんですけども、今回はこれだけしか買ってないです。で、出してみると結構オレンジ黄み強めっていう感じなので、超色白の人は多分合わないかな。でも伸ばすと意外と大丈夫、私でギリギリかな。結構伸びがいいので手で全体的に塗っても割と綺麗に仕上がります。で、実際に塗ってる図とあと10時間経った様子をこの間撮りましたので、そちらをご覧ください。で、1時間ぐらい前に結構テカっててティッシュオフした状態です。なんか塗りたてはちょっと粉っぽさが残ってたんですけど、まあ 2,3 時間ぐらいしたら自分のオイルで馴染んできたっていう感じですね。で、結構ね崩れてないんですよ。割と持ちはいいなっていう。ただやっぱり色だよね、多分すごい色白の方は合わないと思います。はい、ということで、まあ、一応この商品がですね、化粧下地兼ファンデーション、まあ、化粧下地として使ってもいいしファンデーションとしても使ってもいいよみたいな感じの書き方をされてるんですけども、カバー力は下地だと思えばめちゃくちゃカバー力あるし、
BB だと思えばまあ妥当かなぐらい。この間紹介したエチュセ のオイルブロックファンデーションに質感とか仕上がりとか似てますね。ただこれは徹底的にテカらないんだけど、キャンメイクの方はテカる多少けど崩れにくいっていう感じ。お金をなるべくかけたくない人とか、色が肌に合ってる人、あととにかくベースメイクがめんどくさい人、時短で指で済ませたいみたいな、あと細かい仕上がりはそんなに気にしないけど、まあ、そこそこテカらず崩れにくければいいやっていう人にはこれめっちゃいいと思います。なのでぜひ気になった方はねチェックしてみてください。香りもね無香料なので香料苦手な人も大丈夫です。かなりコンパクトなので私がもし使うなら旅行の時とかかな。はい、ということでキャンメイクの新作どうなのよっていう動画でした。チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。